はい、こんにちは。まーちゃんぬるま花です。米改造トーナメント2018夏休みバージョン B ブロックです。できてないはい、今回はですね、こちらの8つの米を採用させていただきました。はい、すごいね、たくさんコメントいただきましたね。B ブロックの1回戦突破を決めていきたいんだけれども、その前に黄金の5秒間やっていきたいと思いますね。いくぞ。この間にチャンネル登録や高評価お願いね。せーの、チャンネル登録はここをタッチ。登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。ふい、登録してくれたかな。あと、もしこの動画が良かったなと思ったら高評価お願いね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあ今回の米見ていきましょうか。第1試合はクラッシュラグナークセブンアンダーリボルブ対エンペラーコロネスゼロバンプヤード。第2試合はジークエクスカリバーワンフロープラネット対ドルネドワイバーポリッシュオービット。3試合目はスプリガンレクイエム13ヒットフリューゲル対リバイブフェニックスゼロスターアトミック。4試合目はアーチャーヘラクレス10ボルテックスエクステンド対ゼットアーキエス4メテオゼータ。以上の4試合でやっていきたいなと思いますね。今回もルールは A ブロックと一緒で、オーバーフィニッシュ、スピンフィニッシュが1ポイントで、バーストフィニッシュは2ポイント、うん、で、それぞれ3回ずつ打つ感じね。はい、合計得点が高い方が勝ちですね。うん、じゃあ私はこちら使います。クラッシュラグナルク7アンダーリボルブですね。はい、僕はエンペラフォンレス0バンプヤードでいきます。はい、3、2、1、ゴー。おっ、さあ、おー、3、2、1、ゴー。さあやばい、もう一度今の、もう一度さっきの、まだわかんないよ、もう一度さっきの、回転、あー、3、2、1、ゴー。さあ、変わってさあ、そうはいかないよ。エプラファンレスなかなか強そうだな、これは。お、ほらいけ、もう回転が止まっちゃった。はい、続いて私はこちら、エンペラーフォルネスゼロバンプヤードでいきます。はい、僕はクラッシュラグナルクセブンアンダーディボルブでいきます。はい、3、2、1、ゴー。あ、強い、わ、お、強いな、エンペラーフォルネス。この改造は、あっと、もう自滅だね、これね、うん、ということで、あと2回ね、もしこの子が、この子をバーストフィニッシュしたとしても、うん、ポイントで上回れないので、エンペラーフォルネス、ゼロバンプヤードが1回戦突破です。うん。僕はジークエクスカリバー、ワンフロープラネットでいきます。じゃあ私はトルネードワイバー、ポリッシュオービットでいきます。はい。3、2、1、ゴー。さあ、ミナス系対応、もう攻撃型。あ、ジークもあれか、プラネットだから。無理だね。おお、3、2、1、ゴー。よし、いけ。いやー、これやっぱいなしてるね、うん、売れないね。あ、ジークがもう回転が弱くて。そうだね、もうちょっと斜めに打つとか対策を打たないといけないんじゃないか。はい、3、2、1、ゴー。いけおー、バーフィニッシュ。はい、じゃあベイカイと私がジークエクスカリバーワンフロープラネットでいきます。うん、トルネードワイバーポリッシュオービットでいきます。はい、3、2、1、ゴー。さあ、あー、きついね。あー、きついな。これはもう、トルネードワイバー強い。やった、3、2、1、ゴー。さあ、エクスカリバーが逆転するのか。あ、これは厳しいですね。ああ、これで決定だ。ということで、ジークエクスカリバーがこの後バーストフィニッシュしたとしても、うん、ポイントで上回れないので、トンネルワイバーポリッシュオービットが1回戦突破です。じゃあ続いて私はスプリガンレクイエム13ヒットフリューゲルでいきます。リバイブフェニックスゼロスターアトミックでいきます。はい、3、2、1、ゴー。ちなみにスプリガンレクイエムは左回転です。あれ、回吸収するの？あ、だったらもしかしてアーマーが外れないかな？外れろ！アーマー外れろ！外れるわ、アーマー！もしかしたら外れないよね、逆回転だから。そんなこと関係ないか？うん。さあ、カチカチ対決になってしまいました。あれ？スプリガンレクイエムが危ない、ちょっとバランス崩してる。危ない。あ、負けた。イエーイ。3、2、1、ゴー。
にリバイスフェニックスは A ブロックで負けたんだけど復活組ですね、うん、リバイブフェニックス。ただ改造はもちろん変えてあるよ、うん、今回はだから A ブロックと B ブロックのペアほとんど違うやつですね、うん、それを対応させていただきました、うん、あとね今回はものすごくねゼロバンプの改造が多かったんだけど、うん、うちらねゼロバンプそんな持ってなくて、うんうん、今回はゼロとバンプ、よし3、2、1、オーケー、わーわーわー、感じに回ってんだけど、あれがオーバーフィットできないときついね。さあ、アーマー外れれば、アーマーが全然外れないんだよね。やっぱ左回転だからかな。でも、クイランレPMの当たりがソフトなのかな。ああ、そうかもね。ゴムだからさ、ソフトなんだけど、まさか相手の当たりも吸収しちゃってるってやつだよね。ああ、これは厳しそう。ダメか。ピッチャーベイカイと私がリバイムフェニックスゼロスターアトミックですね、うん、スプリガンレクイエムサーティンヒットフルーゲル右回転でいきます。はい、3、2、1、ゴー、右回転、おっと、よし、3、2、1、ゴー、いけ、おお、3、2、1、ゴー、さあどうなるでしょうか。これ今同点なので、うん、次この走者が勝つということになるけども、おっと、なんとファーストフィニッシュ。じゃあスプリガンレクイエム13ヒットフィルーゲルが3ポイント、うん、リバイブフェニックスゼロスターアトミックが5ポイントということで、リバイブフェニックスが1回戦突破です、うん、はい、第4試合いきます。アーチャーヘラクレス10ボルテックスエクステンドですね、うん、絶対キスフォーメトゼータでいきます。はい、 3、2、1、ゴーッ。さあ、ちなみにエクステンドはハイアングルです。お、僕はアタックモードだよ。はい、さあ、追いかけっこになってしまったけども、こうやって見てもやっぱアーチャーヘラクレス1個でかく見えるね、あー、アキレスの回転が弱くなってきた。意外と、意外とこのカチカチ対決になってわかるもんね、うん、おい、 3、2、1、ゴー、よし、ディフェンスモード、ディフェンスモード、うん、当たんないと意味ないな。よし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 、このまま持ち込んじゃう。あれ、お、おい、よいしょよいしょ、ゾーン、シーズンはこうして、アタックモードアキレス、おお、はい、ベイカイテジェットアキレスフォーメテオゼータでいきますね、アーチャーヘラクレステンボルテックスエクステンドでいきます。はい、シーズンはこうして、いけ、うわー、強い強い、3、2、1、ゴーシュ、ノーマルモード、うわ、アタックか、どっち、あー、でも全然全然強いアーチャーヘラクレス、当たり負けしないね、うん、ということで、ゼットアキレスがバーストフィニッシュしてもアーチャーヘラクレスにはかなわないので、うん、アーチャーヘラクレスは5ポイントで1回戦突破です、イエーイ。ということで、今回の勝者はこっちの4つの弁になりましたね、うん、素晴らしかった、どれも強かったね、そうだね、うん、なんかバラバラの特性で遊んでて楽しかったね、うん、はい、で次回はですね、前回のこの A ブロックの勝者、うん、これと B ブロックの勝者をシャッフルします、うん、それで、まあ、シャッフルといっても改造はこのままだよ、うん、勝った感じでね、グーシャーグーシャーと混ぜて、ね、うん、で戦わせたいなと思ってます、はい、楽しみにしててください、うん、その後また今度は C ブロックやりたいと思ってますので、ぜひですね、おすすめ改造で引き続き募集してますんで、コメント欄の方にぜひお願いします、うん、はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。チャンネル登録かまんなかたりからよろしくね。ということで、今回は以上でございます。バイバイ。まず第1試合目は、第1試合はクラッシュグナン、第2試合目は、第2試合目は、なまってるのに噛んだ。打つ感じでね。はい。はい、で、合計得点の硬い。で、合計、ひどいな、パパ。で、合計得点が高い方が勝ちですね。うん。わかった、一つ。それで、はい、じゃあまず、はい、じゃあまず私、
じゃあまず私はこれやめようやめよう。じゃあまず私はこちら使います。クラッシュじゃな噛みすぎだよ。